こんにちは、あさのんじゃらです。今日はソードビルド2のナイトローグを塗装します。といってもですね、これほとんどですね、塗装とシールで再現されてるんですよね。なのでですね、このままでも十分完成度が高いんですけど、強いて塗るならですね、テレビマガジンを見るとですね、この辺の、主に下半身ですね、点々ですね。ゴールドをとりあえず塗りますね。ちょっとですね、見えづらいんですけど、この辺のもうほとんど点ですね。あとここ、後ろも塗りました。そしたらですね、こことか、あと膝とかですね、この辺がシルバーなんですよね。とりあえずここ塗りますね。この辺ですね、ペイントマーカーで塗るとすぐ剥がれそうなのと、あとやっぱ細かいとこなのでガンダムマーカーの方がいいと思います。片方だけ塗ったんですけどね、ほんと点々が細かいですね。塗ってもちょっと分かりづらいです。いやー、反対の足も塗りました。これでですね、真っ黒だった足がですね、多少ですね、良くなったとは思うんですけど、個人的にはですね、膝とかすねとかがここみたいにですね、シルバーだったら良かったんじゃないかなと思うんですけどね。もちろんですね、元々のこのデザインもかっこいいです。あとですね、腕のこの辺のネジですね。これもシルバーなんですね。あとフィギュアーツの画像を見ると、ここもシルバーみたいですよね。これも分かりづらいですけど塗りました。相変わらず塗りづらいですけどね、足のとこよりは塗りやすいです。そういえばですね、ここのとこのシルバーが裏は塗られてないので、ちょっと塗りますね。塗りました。ちなみにですね、テレビくんとかテレビマガジンにはですね、残念ながら後ろ姿が載ってないんですけど、テレビをですね、よく見るとですね、背中、この辺のネジがシルバーなんですよね。ちょっと塗りますね。塗りました。そしたらですね、あとは、ここの表の、このシルバーのパイプが、後ろまで繋がってるんですよね。塗りました。そしたらですね、あとは、この線の裏側ですよね。ここもですね。この線はですね、別にメタリックではないので、ガンダムホワイトを塗って赤と緑でしょうかね。こういうところの線結構難しいんですよね。塗りました。そしたらですね、ダイソーの年片の緑でちょっと塗ってみますね。ちゃんと塗れたらいいんですけどね。結構いい感じですよね。これと同じ感じになります。反対側と頭も塗りました。そしたらですね、今度は赤です。これもいい感じですね。反対側と頭も塗りました。いや、これ、頭とかですね、ちゃんとつながってる感じいいですね、これ。これはもうこのシール剥がして、ちゃんと塗った方がいいです。というわけでですね、シールを剥がして白を塗りました。ちょっとここが塗りにくくてはみ出てしまいましたけど、後で黒を塗れば大丈夫だと思います。あと、そういえばですね、ここの丸いとこも赤ですよね。あとはですね、肩のとこは赤で、今気づいたんですけど、首のとこもですね、線が入ってるみたいですね。あと腕もここは線が伸びてるみたいですね。なので、ちょっとこれ半分しかありませんけど、ここ赤に塗って、赤じゃなくて白に塗って、あとは頭を外して、首の血管みたいなやつですね。これ難しい。これはただですね、腕のとこですね、これ、この赤と緑の線はこの辺にモールドはちょっと伸びてないですね。まあこれはちょっと省略しましょうかね。あとはですね、このシルバーの裏が塗られてないので、この辺ですね、塗ったらもっと良くなりそうですね。このパイプのやつ、この辺全部ですね。全部ではないですけど、ある程度塗りました。そしたらですね、さすがに乾いたと思うので、まず緑塗りますね。いやー、これいいですよね。あとは首。そしたらですね、赤いきますね。これ、綺麗に塗れるから、結構いいですね。で、首ですね。そしたらですね、あとははみ出たところを、指のピンとかの細い黒ペンですね。これで修正していけば大丈夫です。あ、届かない。ギリ届いた。あれ？よいしょ。これで完成かと思いきやですね。ここ塗ってなかったですね。赤ですね。あとですね、ここに点があるんですよね。想像にはですね、そのモールドはちょっとなさそうですけど、一応ちょっと塗装しますね。ちょっとですね、分かりにくいですけど塗りました。よく見るとですね、モールドがありました。そしたらですね、本体はできたと思うので、次は武器です。これを参考にして塗装すればいいですよね。さっきと同じ要領で塗りました。持たせて完成です。今回はですね、特に後ろが見違えました。というわけで、ナイトローグを塗装してみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。